ちゃん、おはよう。日に当たってスリスリです。気持ちいいですか？キーボード落としそうだけどね。はい、落ちる落ちる落ちる。ジャン君も気持ちいい。体半分もう影になってきてるけどね。ぬくぬくです。はい、はい、ジャン君起きた。また後でブラシしようかね。はい、仲いいね。難しい。はい、仲良しでした。追いつけなかったよ。
歩いてきちゃった外からか、頭いいな。窓辺に佇んでいました。ジャン君は大人です。5月5日子供の日、単語の節句です。もういくつ寝ると、違うではなく単語の節句って何かあったっけ。5月5日の節句、あれは背比べやないけど、あと、なんだっけ、ポンちゃんは女の子なので、え、あ、でも差別になるんだよね、今のこの時代はね。うん、これはヨーグルトだから私、子供の日なので、子供の日だよね、ポンちゃん。ポンちゃんにもこれを差し上げます。フリー、あ、ちょっと待って、ポンちゃん、まあいいんだけどさ、食いたくてしょうがないんですけど。ポンちゃん、じゃあ先食べとく。ポンちゃん、じゃあこのフリーズドライのささみ付き、あの、だいぶ私の荷物が散らかっているところに登ってきました。ちょっとキレッキレしてからにしようと思ったのに。あれ違うの。ジャン君はまだここでスタンバイです。あとでちょっと飾り付けでもしてお祝いしましょう。あそこ飾り付けてあるの。せーの、おりゃ。はい、5月5日子供の日おめでとう。はい、ポンジャンとなっております。やります。本当はね、このね、これがなんかハートで、こっちが肉球に見えるように、もともとのデコボコがそうなっています。でも分かりにくい強調したらちょっと潰れたかな、分かりにくくなっちゃいました、はい、ジャン君どうぞお食べください。じゃあジャン君あげるね。はい、ジャン君どうぞ。はい、どうぞ。あら、はい、どうぞお食べください。ここに持っていきましょうか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。落とさないようにね。うん、さあ、ポンちゃん、おいで。ポンちゃん、ポンちゃん、こっちなんか食べてた。うん、ポンちゃん、どうぞ。あ、ずれちゃった。ごめんね、ポンちゃん。ポンちゃんの好きな、キュウリの味にしときましたよ。